カモンマテリアル。マテリアルの坂手です。フリューのあゆみです。カムネフラです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組です。なんか今日テンション高いね。なんでやろうな、なんでやろうな、よう分からへんけどね。はい、ということで今日は3月9日でございます。はい、はい、3月9日はどんな日なんでしょうか。はい、あゆみのこの日なんです。はい、3月9日、はい、感謝の日ですね。はい、はい、続けは、はい、サンキューの語呂合わせから来ております。はいはい、まあ、父の日や母の日など身内に対する感謝の日はいくつかありますが、まあ、人生を重ねていく上でいろんな形で感謝したい人や出来事に出会う、そんな今までの人生で巡り合ったものに思いを寄せる日とされております。はい、で感謝の日が作られております ね、 ね、はい、これも大事なことですね、うん、感謝するってね。そうですね、はい、はいはい、そしてもう一つ、はい、記念切手記念日記念2回減っとる記念切手記念日、はいはいはい、1894年、うん、明治27年の3月9日、うん、日本最初の記念切手が発行された日となっております。はい、明治天皇皇后両陛下のご成婚25周年を記念して発行されました。菊の紋章にね、鶴が2羽描かれたデザインで、うん、なるほど、当時は2000、はい、2000ね、2000と5000の2種類が発行されていたそうで、うん、まあ、当時ね、日本には記念切手の概念がなく、うん、銀行のね、うん、あのお祝いをするために記念切手を作って発行して、販売されたそうです。そこから初めて、ね、今もいろいろありますよね。あるある、めちゃめちゃいっぱいある、ね、だからその記念切手っていうか、なんかイベントごとにそういう切手って販売されるもんね。あの、例えばほら東京2020のオリンピックのね、記念切手もありゃ、まあ、いろんなやつがね、あのできてますけどね。はい、まあ、問題はその最近は切手を使う機会がなかなかないというね。ですね、もうだってはっきり言ってね、あの貼り付けるというこの行為そのものを、なかなかもう やんないことが多くて、レターパックとかもね、別に切ってちゃうし、切ってちゃいますもんね。もうお金払ったらもうそれ出したらもう出せるみたいな状態になってるしね。だからなかなかこのなんて言うんですか、あの切ってっていうもの自体がもう珍しい感じにはちょっとなってはきてるんですけどね。うん、はい、でまだ高価になったりとかしますしね。値段が上がってたりとかするし、そう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 、はい、まあ、あの収集家の人たちにとってはね、うん、たまらないものなんでしょうね。うん、はい、はい、っていう日となっております。はい、はい、ありがとうございました。はい、それではですね、はい、なんかちょっといろいろ見えんねんけど、もうちょっとあんまり今見えないと思いながら今日のですね、このプレゼン、ありかなしかなんですけども、はい、はい、もうなんかちょっと見えてんねんけど、うん、スタジオに、なんと挑戦者というかですね、はい、久々にですね、うん、来てくれてる人がいるんですよ。はい、はい、もうね、久々です、本当久々です。もう1年、はい、1年ぶりぐらいかな、もうちょっとか前かな、かな、ね、うん、あのだいぶ前からあのちょっとしばらく来てなかったんですけど、はい、しばらくぶりの登場です。はい、シスター K です。イエーイ、ありがとうございます。はい、そしてあの ベーシストのテミです。はい、よろしくお願いします。はい、だいぶ久しぶりやね、番組でのね。そう、もう忘れた、はい、前はだって月一出てくれてたね。そう、でもその時がいつが最後かも忘れちゃった、うん、大丈夫、番組で調べとくから、後で回転下にピーって入れとこ、入れとこ、うん、そうね、まあ、あの実はね、この番組のね、エンディングはずっと彼女の、ね、はい、嫌われ者っていうね、僕あの歌大好きなんですよ。私も好きなんですよ、ね、あの歌大好きなんですけど、コロナちゃんに対しての愛の歌なんで、そうなんですよね、はい、でもね、まあ、いろんな意味も持たせられるというか、うん、いろんな風にも聞こえるから、うん、すごくいい歌やなと思うんですけど、まあ、そんな、しさけいさんが今日は何しに来たんですか
笑っとる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 。いやさっきのくだりがね思い出されてな。さっきのくだりが思い出して笑っちゃったから、今日はレコードを買いに来ました、はい、買いに来たんちゃうわ買いに来たんちゃうわ買いません買わへんよ。これ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 、はいはい、これこれ、はい、発売をしたのね。したんですよね、はいはい、さあこのリリース上のことを言いに来ましたということですよね、はい、でこれがですね、なんとですね、曲のタイトルが恋のバカンスなんですよね、はい、あのもう往年の方皆さんご存知だと思うんですけどね。そう、あの恋のバカンス、はい、あの恋のバカンスをなんとシスタ K が歌っているという。そうなんですね、まあ、当然ながら彼女が歌うんであの霊言なんですけど、そうオリジナルを想像して聞かないでもらいたいですね、はいな何あんに比べるなって言ってんのちょっとだいぶアレンジがあれスピードも変わってゆったりとして、ね、いやだからもう全然違うもんやと思って聞いてほしい。でもただ、うん、ただレコードしかないんですよ、まだ。そう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 なんですよレコなんですよ。でだからプレイヤー買ってもらわないと聞けないから。配信もしません、はいはいはい、CD も作りません、はいはい、でレコード200枚のみ、はい、だけどもうちょっとおかげさまで残りが40枚切っておりますまあもうすでにね、もうすでにね、はい、いやなんせもう発売するでも一気に100枚ぐらい売れちゃったって、ね、そうなんですよ。予約で ね予約で150ぐらい、はい、もう終わっちゃったので、はい、ということで、はいはい、これが2月14日に、うん、あのリリースっていうしました。今年はこれ毎年2月14日そうなんですよ、毎年2月14日なのね。そう、あの大変なんで、なんであのバレンタインの日に、うん、普段、うん、もう日本全国会いに行けないので、うん、ね、前はねよく行ったりとかしてたけどなかなかね、でももう大変だから、ね、もういっぱいいっぱいはいけないので、うん、どんどんねそうやって知り合いも増えていくから、うん、1年じゃ回りきれない、うんうん、ということで2月14日に愛を込めて、うん、元気だよっていうお便りを出そうっていうのなので、うん、200枚で再生祭も再入荷もせずに200枚だけを毎年元気だよのお便りを愛を込めて出すっていうコンセプトなので、はいはいはい、こじんまりとやっておりますはいはい、で一応あれなんですね、あの今日ねほんまね歌ってって言ってたんですけど、これあのやっぱりちょっとバンドでバンドアレンジやから、そう、そのバンドもこの見てない間に去年1年半ちょうど前ぐらいに新しいレゲエバンドをしだして、うん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 、知ってる？いやあの一応情報見てるけど、あ本当いつも言ってなかったなと思って、今言ったから知ってる、そうそう今言って、だから、うん、いつも知ってるか聞いてみようと思って一応バンドをしだして1年半ぐらい前に、うん、ちょっと私もちゃんと自分のシスター系&なんちゃらっていうバンドっていうか、うんうんうん、まあ、結構バンドっていうかバッキングについてもらってってやるけど、うん、結局いつも一人ソロやったのを、うん、ちょっとバンドにして、うん、あのシスタ K の名前を防いで、うん、でザブンっていうザブン、はい、バンド、うん、アフ ルーツレゲエバンド、うん、あそうちょっと濃いレゲエのやつを7人編成で、うん、7人編成、そうそれすごいね、そう何楽器は何ヘイベースね、ベースシステムね、うん、びっくりした俺もびっくりした俺もドラム言うたらどうしようかなベースベースでベースで、あとはでドラムドラム、はい、パーカッションパーカッション、トロンボーントロンボーン、おトロンボーン、うん、サックスサックス、うん、と鍵盤鍵盤と、ダブワイザーダブワイザー音を飛ばす。あーって言うた。あーなるほどなるほど。っていうのが一番一般的な。なるほど。ダブかな。いろんな種類がある。あーとかっていうのもあるし、いろんなあるけど、みんながわかるのは明らかに人間の声と出せないような、あの光を で広がりを出す。それ専門の人、それ専門の人がいるの、はい、ライブ中にライブ中にいじるのね、そうすごいな、そうもうでもルーツレゲエをするんやったら、うん、そこまでやらなあかんと、もういないとならない
でしょう。なるほどなるほど。でもこの7人編成がその私 の, そのルーツレゲエっていう昔のレゲエをやってるけど、その最小人数、この7人でまだギターが足りないぐらい。そうやな、ギターが変なと思って。そう、うん、っていうぐらいだから、これ7人でも少ないぐらい。なるほど。だけどそのバンドを押し出して、私キーボードを、もうやって歌ってるね。歌がね、実はあんま、まあ歌ってる曲あるけど、あんまり歌ってない。お、曲だけ？いや、昔からどうした？どうした？どうした？あのね、またツボ入ったの。そう、ツボ入った。私昔からあのバンドのあのキーボーディストになりたかった。あの歌はいいね。あ、そうなの。そう、でバンドの言ったら真ん中じゃなくて端っことかで弾きながらうっうってやるのがずっと憧れやって、で音楽やり始めた時もそれを目指してて、でも気づいたら前に前でバンド組もうって言ってもシスター系&って付けられるの。あ、なるほど。そうそうそう、で絶対前やったのがこう後ろに行けたから、だから夢かなった。夢かなって。ってことはボーカル誰やってるの？ボーカル私も歌うし、みんな歌う。ああ、そう、なるほどね。そう。まあ、でも割合多いですよね。そりゃそうですよね。そりゃそうやね。みんな歌ったり。そう、でもそう、弾きながらみんなが歌ってるの見ながらとか。楽しそう。かっこいい。あ、本当ですか。で、なぜそれを言ったかと、これのバッキングはそれがやってるんですよ。なるほど、ね。ザブンが。ね、忘れあのバカンスを、はい、演奏してくれてる。だから、ちょっとここではできないという。そう、7人おるからな。はい、というか、ということで、まあまあね、そのバンドの構成でしかちょっと再現できないからということで、まあ実はちょっと別撮りで、さあ、はい、あの別撮りで。あの撮っていただいたやつっていうのを見ていただくという形になります。はい、スペシャルデイやと思ったから今日が、はい、はい、そうなんですよね今日がスペシャルデイやと思ってたから用意してあげなきゃと思って、うんうんうん、やった、はい、やった、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、はい、ということで、いや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 、だからこれのね、あ、これやこれこれこれやこれ番組がやと思ってあの、すいません、一応言うとくと、あの今日が最後やと思ってたけど違うで来た瞬間、まみたいな話から、まだ番組は続けます。あと4回ぐらい、あ、4回もあります。よかったよかった、はいはい、まあ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 、まあまあ、ということで、まあここで一応その撮っていただいたやつを、皆さんにお届けして、まあ、その後ちょっとあのちょっと仕掛けがあるんですけどということで、皆さんにですね、今からこの、バンド編成でね、この恋のバカンスを、お聞きいただきたいと思います。はい、では、このプレゼンありかなしかスタートー。日浦さん、おさかべさん、あゆみちゃん、カモンマテリアルをご覧の皆さん、こんにちは、ザブンです。この度私の名義なんですけど、サードバイナルレコードですねが初2月14日に発売になりました。この曲は日本の誰もが知ってる有名な歌謡曲なんですけど、これを、ザブンサウンドにアレンジして、この度リリースしたのでぜひ聴いてください。Oh, yeah.
からね、本当にね、今回なんでこの歌にしたの？いや、あれ、まあ、ラマ言っていいのか。言っていいよ、いや、言うよ、言うよ。大丈夫、めっちゃ軽いやん。いや、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 なんか、うん、毎年2月14日プロデュースしてもらってるジャーメリックっていうラサマがいまして、うん、はいはいはい、その人がいつも企画を出すんですけど、プロデューサーだからね、はい、で、毎年出したけど去年出せなくって、はいはいはい、出そうと思ってたやつ、出そうと思ってたやつ、キャッされてるね。そう、先生これは違います、今年は違いますよって言われて、うん、で、納期が間に合わないと、うん、それなら私は2月14日しか出したくないから、うん、もう今年はやめると。去年だから出さんくて、そう、去年出さんくって、で、うん、2年ぶりになるのよね。2年ぶり、ほんでなんか3曲ぐらい、うん、なんかこの中から選んでくださいって渡された中が全部日本の昔の曲ばっかりで、うんうんうん、で、この曲は、お、知ってるぞと、うん、もうタイトルだけで、うんうん、これにしますって言って、うん、で選んだんですよ、うん、いやいや、でもいい曲、いい曲、大丈夫大丈夫大丈夫、そんな思いを込まったようなタイトルじゃなかったけど、いやいやいや、でもほらほら、その愛を込めて出すやつが恋のバカンス、ね、でも歌ってみたらめっちゃ難しくって、うん、あーそうね、昔の曲って演奏も歌もめちゃくちゃ難しい、難しい、難しい本当にそう、これは難しい、オリジナルを超えようと思うともう相当の歌唱力が必要になってくるっていうことを今回痛感したので、ね、もっと歌上手くなりたいと思います。それ歌った後に言うなよ。すぐ上手くならんから。いやいやいや、また1年後、ね、うん、まただから来年の2月14日は何になるのかね、うんうん、めっちゃ歌うまなってか、めっちゃ歌うまなってもう一回出すかもしれん、うん、これ同じやつ、同じやつ出す、去年より上手なってます、うん、みたいな、これをちょっと文字もうちょっと太字にして、自信出てきたから太字にするわ。そうするわ。ごめんメリック、なんかちょっと話変わってもうた、ごめんな。じゃあミリクはね、もう僕、うん、あの家まで行ったぐらい、あの、まあまあまあ仲良しにはさせてもらってます。才能、はい、だけしかない、ね、あとは求めちゃいけませんね、スケジュールとか記憶とか、はい、うんうん、約束とか、ね、あのその場のノリで来てますからね、全てあの、はい、あの求めてはいけない。はい、という感じでございまして、はい、でただですね、じゃあ何もせんと帰んのかというとですね、それはそれでちょっとね味気ない話なんで、そうですね、ちょっと何かしてもらおうと思うんですけど、はい、今からですね、できるかな、今からね実はね最終回に飛びます。言っとこうか、はい、ちょっとさっき2人だけちょっとね、はい、申し訳ないですけど言ってもらっていいですか。ちょっと細胞バラバラにしなかったら大変やけどな、はいはいはい、ちょっとバーン飛んだ、社員ともう最近の未来の技術で、はいはい、飛ぼうか、はい、じゃあ行こう、はい、はい、じゃあ準備してください。それではよろしくお願いします。はい、せーの、はいはい、行ってました、はいはい、飛びました。はい、はい、じゃあ2人こっち戻ってきてもらっていいですか。はい、というので帰ってきてもらったので、はい、いきまーす、はい、じゃあ歩み、はい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 、お店の情報です、はい、はい、本日ですね、うん、ラクザライフがございます。おー、はい、すごいな、はい、すごいよね、サンキューの日に、ね、サンキューの日で、はい、シスター K も歌ってて、さらに今日はライブがあるという、はい、ライブがありますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はい、18時オープンで19時半スタートになっておりますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、よろしくお願いいたします。はい、そして3月もショートムービータイムたくさんございます、うん、三浦明宏監督の作品も、はい、上映しておりますので、はい、ぜひお越しくださいませ。まだ詳しくはね、はい、はい、ね、ぜひサイトの方をご確認いただいて、はい、お越しくださいませ、よろしくお願いいたします。はい、はい、そして、うん、3月13日ですね、川村美智子監督のライフワークオブアキラ黒沢です、うん、はい、こちらの方、毎月第2水曜日に定期上映しております、うん、はい、はい、19時30分スタートで料金の方が税込み1650円プラスワンオーダー制となっておりますので、はい、ぜひ皆様お越しくださいませ。6月末、はい、6月までやっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、そして3月の15、16、17、18で、広山ことはセレクションフルスを開催いたします。はい、はい、今回は今夜新宿で彼女は、うん、とトゥルース鹿島式友達、はい、
弔いの果てを2本、はい、上映させていただきます、うん、はい、セットになりますので、はい、ぜひお越しください、はいはい、で特別に平山琴葉さんのコメントも、はいはい、流れますので、はい、ぜひご注目ください、はい、そして、セット料金になりますので税込み1980円プラスワンオーダーセットになっております。お得、はい、お得、お得です、ね、めっちゃお得、めっちゃお得でしょう、はいはい、となっておりますので、はい、ぜひお越しください、うん、そして3月の、定期上映ですね、カバー、はい、神田監督のカバー、はい、毎月第4金曜日に上映しております、はい、お時間が19時30分で料金が1650円プラスワンオーダーセットになっておりますので、うん、ぜひお越しください、はい、そして3月23、24で月1土日ランチです。はい、土日ランチやっております、うん、フルコースでね、うん、お楽しみいただけますのでぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします、はい、そして3月30、31で、朗読演劇バーマテリアル開催いたします、はい、こちら生でね、朗読劇が、はい、開催しますのでお越しくださいませ、うん、はい、あなた出てますね、出ておりますので、はい、ぜひ生の歩みを、はい、見に来てください、はい、よろしくお願いいたします、はい、12時の回と16時の回、土日両方とも、同じ時間で上映、開演しますのでお越しください、はい、料金の方が2000円プラスワンドリンク制となっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして4月3日から4日にかけまして、うん、映画監督によるワークショップを開催いたします、はいはい、料金の方は5日間で、2万2000円税込みとなっております、募集人数が20人、はいはい、で締め切りが3月12日火曜日の23時59分締め切りとなっております、はい、3日後ですね、はいはい、もう締め切り間近になっておりますので、はいはいはい、ぜひぜひ我こそはと思う人はね、はい、もうこれチャンスですから、はいはい、ぜひぜひ、はい、3分から5分の、ね、ショートムービーも、ね、はい、撮りますので、はい、実際に、ね、自分が 主人公の作品ができますので、うんうんうん、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ってな感じです、うん、はい、はい、お疲れ様はい、じゃあいきますよ、はい、今日のグッチョイ、はい、幸彦監督のトゥルース、たしましき弔いの果てでございます、ね、これね、はい、はい、うん、こちらね、ま、前回もねトゥルース、はい、はい、マテリアルでも上映させていただきましたが、はい、また今回はね、平山琴葉セレクションの方で、うん、はい、トゥルースですよ、はい、これね、これね、本当ね、僕ね、喋りたいこといっぱいあります。なんせあの、うん、そう、番組で取材をしてますんで、はい、でかなりしっかり取材して、しかもあの堤幸彦監督にもあのちゃんとコメントいただいてるという、ね、はい、ね、あれだったんで、もうぜひあれなんですけど、まずはじゃああらすじから、あらすじから、はい、はい、ある男が事故で死んだ。葬儀が終わると彼のアトリエに3人の女性がやってきた。彼女たちは亡くなった男が3人と同時に交際していたことに気づき、お互いに罵り合い、殴り、叫び、泣き叫んだ。そして本音を吐露し語り合った彼女たちはやがてある真実にたどり着く、はい、ということになっております。トゥルース真実、一体何が真実なんでしょうとこなんですね。これ堤幸彦監督50作目ですよね。そうなんです、になる作品として、すごい作品、はい、もうね、これね、言いたいこといっぱいあるけど言うとやばいから言えないこともたくさんある、言えないこともたくさんある。でもね、これあの本当に、うん、あのまず堤監督もそうだし、これ、うん、出てる3人の女優さんもそうなんですけど、はい、うん、みんなコロナになって仕事が全部飛んじゃって、うん、で本当は撮るはずだったあの作品とかが撮れなくなったので、うん、じゃあもう私たちで何か撮っちゃうみたいなことを3人で話し合って、そこから堤監督にいかがですかっていう声かけたら、うん、いいよっていう話になって、すごいまあまあその声かけれるっていうのもすごいけどね、うん、はい、うん、でもね、これね、すごいのがね、あの3人のうちの福宮さんがね、なんとこの時ね妊娠中だったんですよ、ね、妊婦さん妊婦さんなんだけど、うん、なんとキャットファイトやってます、ね、もうつかみ合いだもん、すごいんですよ、はい、もうだからね、その同時に自分があの自分だけしか付き合ってないって信じてた彼が、うん、実は同時に3人の女性と付き合ってたということを知って、お互いね、もうすごいもう罵り合いや、もうとっつかみ合いやっていうことになるんですけど、まあそのシーンも見ものですけどね、はい、うん、はい、いろんな見どころがありますので、ぜひこちらのスクリーンでね、グリーンで、はい、見てほしいですね、はい、
あの臨場感特にやっぱりこのスクリーンあるんで、はい、このスクリーンで見るトゥルースはまた別格別じゃないかなと思います。はい、ぜひお越しくださいませ。はい、はい、ということでそれが何日かな、はい、3月15日から18日の期間で上映させていただきますので、はい、もうすぐですよ、もう来週です、来週です、来週です、はいはい、ということで、皆さん見に来てくださいっていうことですね。はい、はいはい、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということで、エンディングでございます。おかえり、ただいま。30日から帰ってきてるな、だいぶ遠かったあの地球ってもんじゃない、あ、そう、だいぶ遠かったな、なんかこういろいろねじれて帰ってきたな、うん、遠かった、うん、はい、はい、お疲れ様でした右利きと左利きが変わったな、そうだな、もう本当謎の言葉はよくわかんないです。フォローしきれません、それはもう。はいはい、まあまあでも久しぶりに、ね、来ていただいてね、ありがとうございました。ありがとうございます。もうね、サンキューの日、感謝の日、来ていただいて本当にありがとうございます。でございます。はい、久しぶりの収録はどうやった？だそうです。はい、だそうです。だそうです。はい。ひひひひ、だそうです。はい。はい。まあまあ。まあね。いや、みんなが元気そうでよかった。いや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 。こちらこそ、ね、こちらこそ、あなたが元気そうでよかったですよ。なんかあの、親戚のお家に久しぶりにこう元気か見に来た感じで、な気分です。今日、今日でもあるよな。あの、コーヒー飲んでへんな。コーヒー飲んでへん。そう。コーヒー飲んでない、はいはい、なんかもう忙しそうやった来た時からずっと忙しそうやった、いいねんな、忙しそうやった、そうなんですよそうそう、だからほんまに忙しいから、あ、忙しくて、もう本当、あの、この収録をする時間が取れなくなっちゃった。あ、そうやったんや。それで終わるっていう話、めちゃくちゃいい終わり、いいこと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 、ほんなら、なんかもうちょっと明るく、うん、終わろ。いや、明るい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 、全然、全然暗くなってない、暗くなってないよ、うん、なってない、なってない、今後のゲストさんもみんなもウキウキで、うん、ウキウキ、ウキウキですよ、みんなウキウキできますんで、はい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 、で別にあのカモンマテリアルは終わるけど俺の番組は続くんだ。どういうことやろマテリアルでの番組は終わるだけで、俺はそのまま番組続く、あのカモンマテリアルっていう名前がタイトルが変わって、変わる、リニューアルして、リニューアルしてね、あ、そうなの、そうそうそう、わー、すごいすごい、そうそう、まあ、じゃあ、まあ、ボリューム2、またその時はね、また、うんうん、出てきます、ぜひぜひ、はい、来ます、はい、来ます、うん、そうそう、来ます来ます来ます、はい、はい、よろしく、その時は、その時もまた、ね、ケンメイ君も一緒に、さあ、通訳で通訳いるからね、あの 外国人なんで、こうやって日本人ちゃうから、もう日本はひらがな1個間違えるとだいぶ違うから、意味がうん、ひらがなな、そうそうそう、ひらがなの1個、今のも、だから来ますなのか、何なのか、キーで合ってるのかが、ちょっと、うんうん、大丈夫、合ってた、合ってた、うん、さっき間違った、うん、売りますって言おうと思ったら、売りもしないけどね、自分で買うてどうするの間違ったと思って、はい、はい、ということで、もう相変わらずですね、シスタ系、楽しいですね、やっぱり来るとね、はい、盛り上がります、はい、まあ、これからもまたよろしくお願いします、はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います、どうもありがとうございました。